バスの問題についてですが、えっ、ー、と、千葉県がバス事業者に対して実施した調査によりますとですね、県内の路線バスは約半年前の約3万1900便からですね、約1900便減って、約3万便と6%減少しているということが明らかになりました。そこで伺いますが、本市がバス事業者に対して実施をいたしました、えー、バス路線廃止、減、えー、便実態、あるいはですね、運転手の不足のこの実態等の調査結果について、 お示しいただけますか都市局長本市が実施いたしました調査では、本年2月と4月の時点の比較で、減便数は約550便、運転手数は令和3年度と今年度を比較いたしまして、約100人減少いたしております。減便の理由でございますが、運転手が不足し、休日出勤や残業で対応いたしていたところ、労働時間の上限や勤務インターバルにかかる規制のために、 利用者が少ない路線や他の路線と重複している路線を対象に、できるだけ朝の便は減らさず、利用が分散いたします、夕方の以降を減便とするなど、利用者への影響をできるだけ抑えるよう努力いたしたという回答をいただいております柏沢陽平議員。はいまあ、550便で減便が、でさらにまあ直的に見て100人の減少だということで、非常に深刻な状況であります。 えとちょっとそのスライドをご覧ください、あのまあ、今回4月は大時代、王子あ線、のー、バス路線が廃止をされて、えー、乗り合いのデマンドタクシーがこう運行しているわけでありますが、あのーまあ、やはりです、ね、地域住民からは、これ、一定の活用がな,なされてるんですが、一方でやっぱり朝夕夜間帯の,です、ね、この移動手段がなくなったわけですね、ですからこれに対する、えーまあ、バスなのか、あるいは代替交通の え、実現を求めているわけでございます。そこで伺いますが、この大時大地区で新たに導入されたデマンド型の乗り合いタクシーでありますが、例えばですね、あの、目的地の2から施設4、遊び川が捉える。ここで見たらですね、これは500メートル期間もないわけですね。で、ただ一方でこれ、うんち500円ですから、非常に高いというお声も頂戴しているわけでありまして、ぜひこれは本格導入においてはですね、300円でこれぜひ、あの、本格導入していただきたいと。 いうことを求めますがどうかという点とです、ねえー、この王子町、大木田町の皆さん、やっぱり朝夕のです、ね、通勤時の移動した導入に向けて、ぜひ支援をしていただきたいと思いますが、その点についてお聞かせいたか都市局長。 現在の運行計画につきましては、えー、地元協議会で、えー、議論、協議したうえで、ー、決定いたしており、えー、通勤時の移動の課題などが、えー、地域の中でお話が出ていることは聞いておりますが、えー、まずは、えー、現行計画による利用実態の把握に努めてまいります。 はい、あの自治会もアンケートを取って、えーまあ、バス事業者にこう申し入れをするということになっているわけでありますけれども、なかなかやはり自治会だけでは、ね、難しい部分もあるんだろうというふうに思います。で私あの、これ、バスが、ね、難しいということであれば、例えば、あの朝、夜間帯のです、ね、ジャンボタクシーみたいなデマンド的な交通というのもです、ね、やはり検討していただいてです、ね、ぜひあのご要望に応えていただきたいなというふうに思います。続いてあの スライドをご覧いただきたいと思いますが、これ、小港鉄道バスによるとですね、四月のダイヤ改正によって、まあ、市が含めまして、十七路線ダイヤを見直して、平日を土日祝日を合わせますとね、減便は延べ三百六十六便だと。まあ、大変な減便がされたわけでございます。で、土日祝日ではですね、千葉駅から鎌鳥駅まで四路線の運行休止。とりわけ、ちょっと私が今、示してますのがね、千葉駅からイオンタウンをみの、これもう事実上の廃止みたいなもんですよ。 この運行本数。で土日はゼロですからね。こういう大幅減便でですね、私は利用者からですね、あの、バスが廃止されたから、仕事をやめざるを得なかったと。いや、もう足がないからと。いうことですよね。で、ま、深刻な声届いてるわけですよ。そこで伺いますけどね、この小湊鉄道バスによる千葉駅から四帯お百のや、鎌鳥駅まで 大幅減便で生活に支障を期待している市民生活を支えるためにですね、これやはり代替交通の導入や、まずは路線復便に向けたですね、支援に取り組むべきではありませんか。都市局長。本年4月の大学改正により減便となりました、千葉駅からイオンタウンおみの館と、千葉駅から鎌取館の状況につきまして現在、その影響等を把握するため、利用状況などにつきまして、事業者への聞き取りを実施しているところでございます。 沢陽平議員、はい、ちょっとスライドをご覧くださいあの、バス路線の存続のための支援策として、私、求めてきました、まあ今回、新年度運行経費補助が、ね、7500万円措置されるということでありましたが、ここでしましたのは、熊本市のバス路線の補助水位なんですね、これ、一般財源で見たって、ぐーっと右肩上がりに伸びてです、ね、10億円までいってるわけですよ。 まあそういう意味ではですね、非常に千葉市のまあ今回7500万というのは、これはまあ不十分だろうというふうに思わざるを得ません。またあの、視察した北九州市では、これ、例えばバスが利用者が減少したときに、コミュニティバスをこう運行したいと。で、そのときにですね、その車両のですね、補助を実施をしていると。 で、私は、あの、千葉州は結構、モノレールにはですね、二分の一のう、あの、車両更新費って出してるわけですよ。で、これはバス、バス事業者に対してもですね、これやるべきだ、ということであります。そこで伺いますが、バスが廃止したら仕事を辞めなど、市民生活の影響は深刻な影響が広がっております。バス路線が維持できるように、先ほど申し上げた運行経費補助の増額、あるいは、車両更新に対する財政支援。さらにはですね、運転手の、やはり処遇改善、 この支援にしっかり取り組むよう求めますが、答弁を求めます。都市局長。 本今年度に創設いたしました生活交通バス路線維持支援事業につきましては、現在、具体的な支援路線の選定に向けまして、市内路線バス事業者と意見交換などを進めております。また、運転手要請支援事業につきましても、事業シェアリングの結果を踏まえまして、今年度から新たに求人にかかるイベントやホームページ掲載なども支援対象とすることで拡充いたしております。これら支援事業の効果的な 活用に努めますとともに、運転手の確保や運行経費への支援助成につきまして、必要な措置を講じるよう、国へ要望等を行ってまいります椛沢洋平議員、はいまあ。今度から新たにその求人だとか、インターネットにおけるまあフォローアップも含めていくということでありましたけれども、やっぱりあの例えば市原市なんかは10万円をこの運転手にですね、 指揮をするだとか、直接的な、まあ、処遇改善につながる、措置というのをね、しているわけでございますので、ぜひそういう部分もね、お願いしたいと思います。で、ちょっとスライドをご覧ください。あの、やっぱり今後バスをですね、維持できるかどうかっていうのは、要するにこれは利用者を増やすかどうかってことなんですね。で、この利用促進の取り組みというのが、極めて大事なんだということなんであります。で、我が市のですね、令和6年度のこの公共交通利用促進事業、バス停ベンチ整備補助と、 バス運行情報のオープンデータ化。わずか180万円でありますよ。ここは全く十分。で、これ私視察したのはね、北九州市の公共交通の、えー、無料でっていうのは実施してまして、約7200万予算投じまして、実施をしたと。で、3日間で58万人利用しましたということで、前年比 2, 番2倍増加。で、継続的な利用に、これ一定寄与してるんだと。 これは大事なところだなというふうに思いますし、経済効果も3.5億円上がっているということなどがあります。そこで伺いますが、まあ、全国の地方自治体で広がるこのバス無料デーだとか、あるいは100円で乗車できる、まあ、ウィークだとか、まあ、利用促進策は地域公共物の維持、あるいはこれですね、介護予防、健康増進、あるいは環境対策、経済効果につながると考えますが、バス路線の維持、市民の健康増進、経済効果につながる新たな 公共交通利用促進策の検討を求めますが、いかがですか。都市局長公共交通がもたらしますメリットなどのクロックセクター効果も踏まえ、その利用促進を図るため、 利用しやすくなるきっかけ作りや動機づけなど、行動変容を促します、モビリティマネジメントの取り組みを本格化いたし、市民の皆様に一層の利用を促しているところでございます、はい、今後も市民の皆様や交通事業者と協力して、モビリティマネジメントの取り組みを一層推進いたしてまいります椛沢洋平議員。はいまあ、今、重要な答弁ですね、モビリティマネジメントの取り組みを一層推進するんだということです。でちょっとスライドをごめんなさいあの これ、あ以前も示しましたけどね、政令市20市の中で、軽量乗車、これやってない自治体が罰ついてる、千葉市バツなんですね。で、非常にまあ、これがやはりバス事業を支える上でですね、非常に大きいファクターにもなってるということがあるんだろうというふうに思うわけでありまして、その上で、私、熊本市をこの間、視察してきました、70歳以上の高齢者にですね、このまあ、お出かけ IC カードということで乗車できる。高齢者のの方は2割の 自国負担で乗車することができますよということですね。で、令和6年度の予算額7億円ですね。これだけ投入してる。で、先ほど申し上げたですね、あのいや、運行の経費の10億円もあってで、さらにこれですよ、お出かけ IC カードまであってで、これだけやってやっぱりバスをですね、支えてる、維持してる。で、私はそういう意味ではですね、あの、都市局長に再度伺いますが、やはりこういうですね、あの、モビリティマネジメントの中で、 要するに、運賃、この利用促進につながる運賃のインセンティブを与えていくような新たな施策、こういう施策の検討が必要なんだろう。で、同時にですよ、こういう高齢者のあれば含めていくような今後のね、検討が必要なんじゃないかなこれが今、千葉市に必要なことだというふうに思いますので、それについてもう一回答弁いただけますか。都市局長。 バス路線を含めまして、公共交通を維持していくためには、まずは何よりもご利用いただくこと、これが重要、必要であるというように考えております。 資源便が取り出せされている中で、行動変容を促すイベントの開催を含めまして、さまざまに各地でモビリティマネジメントの取り組みが実施されておりますが、地域ごと、都市ごとにその構造や交通ネットワークの状況も異なっておりますので、こうしたところも踏まえながら、私どもとしてもしっかりと取り組みを検討いたしていく必要があると考えております椛沢洋平議員。はいあのまあ、かつて ま敬、あ、老乗車パスを廃止をしているわが市として、ですねなかなかあの課題がある、難しい部分もあるのかもしれませんが、ぜひ本当にバスを支えていくという上ではですねあのあらゆる施策をですねやっぱり展開していただきたいと、これ、強く要望しておきたいと思います。